それじゃあ、遺伝子の再編成についてね、あと少し学びましょうか。僕たちはね、免疫っていう体を守る仕組みについて学びました。その中でも体液性免疫っていうのは Y 字型のタンパク質、免疫グロブリンっていうタンパク質でできた抗体を使ってバイ菌をやっつける仕組みでした。で、そのやっつける仕組みっていうのは、そのバイ菌の形に合わせてそれとぴったりくっつくような抗体が作られて、で、バイ菌を絡め取ってそしてやっつけるっていう、そんな仕組みです。で、その理屈でいくと、バイ菌が2種類いたら、それぞれのバイ菌にぴったり合うような形の抗体も2種類必要になります。この Y 字型のタンパク質が抗体や。で、これもし2万種類バイ菌がいたら、まあ実際いるんだけど、そのぐらい2万種類の抗体が必要になります。ああそうか、ね、思ったかもしれないんだけど、でもこの抗体ってもともとは B 細胞っていう細胞が持っていたものです。 B 細胞が抗体産生細胞に変化して、で、抗体産生細胞がババババーと外に分泌する、それが抗体です。で、この B 細胞がもともと持っていたこの抗体、これタンパク質ですよ。で、タンパク質はどう作られたかっていうと、 B 細胞の持っていた遺伝子から転写、翻訳を経て作られるわけです。ってことは、ね、2万種類バイ菌がいたら2万種類の抗体が必要で、ね、そのためには少しずつ違う遺伝子が、ね、2万種類必要になりますね。ところが、僕たちの持っている遺伝子数全部入れて2万種類くらいなんですよ。B 細胞だけとかじゃなくて、いろんな遺伝子、全部必要な遺伝子全部合わせて数えたら2万種類ぐらいなんですよ。で、これ足りなくね、足りなくねって。だって、じゃあ実際100種類ぐらいの、100種類でもね、遺伝子100個、 B 細胞だけでガメちゃんのあれだけど、ね、100種類ぐらいのバイ菌にしか対応できないのっていうと、そんなことはないね。数万種類のバイ菌に対応するだけの数万種類のタンパク質を僕たちは作ることができる、ね、そのからくりは何かっていうと、こんな話に例えれば、洋服の話に例えれば、例えば上着を10着、パンツを10着、靴を10足。洋服は、トータル、まあ靴を洋服、まあ、トータル30個しか洋服は持ってないけど、これコーディネート数は、どんだけのコーディネートが可能かって言ったら、1000通りのコーディネートが可能だね。ね、すごくおしゃれな人はね、いやいや、絶対このジャケットにね、この あのパンツは絶対合わせませんなんてことがいるかもしれないけど、でも、なんていうか、もう本当に可能なだけのコーディネートは、10着、上着10、ね、パンツ10、靴10持ってたら、1000通りのコーディネートが可能だね。それと同じように、B 細胞も、大人になる前は、これ B 細胞の DNA ね。大人になる前は自分の DNA 上にまだね、遺伝子とは呼べない遺伝子のいわば断片をいっぱい持ってるんです。その中から B 細胞は成熟する、ね、大人になる過程でそれらの断片をコーディネートするんです。このグループからは1個、このグループからは1個、そしてこのグループから1個っていうふうに、それぞれの遺伝子の断片のグループから1つずつ選択して、そうするとものすごく多様なコーディネートができる。なんかね、新しくコーディネートして、新しいコーディネートを生み出す、新しい遺伝子を生み出すイメージ。そうすることで、ものすごく膨大な、これがね、抗体の元になる、抗体を作る元になる遺伝子に代々相当します。ね、膨大なコーディネートをして、ものすごく多種多様な新しい遺伝子を大人になる過程で生み出すんです。
1個選んだら残りは全部捨てちゃいます。 DNA がね、切り取られて捨てられちゃう、ね、本当にちょっと異常なことに感じるかもしれないけど、実際 B 細胞が成熟する過程で起こることです。1個だけ断片を選んだら、あとは DNA がビシャッと捨てられちゃう。で、DNA がつなぎ合わされて1つの遺伝子が誕生する。選び方は多様です。この B 細胞はこれとこれとこれを選んだ B 細胞でできた抗体、この B 細胞はこれとこれと、あ、次はこれを選んだ B 細胞ね、そしてできた抗体っていうふうに、いろんな断片の選び方があるから、ものすごくいろんな遺伝子が生じて、新しい遺伝子が生み出されて、新しいコーディネートが生み出されて、ものすごく多様な遺伝子はね、ものすごく多様なタンパク質、免疫グロブリンを作っていくわけです。これがものすごく、地球上にたくさんいるバイ菌に対応するだけの抗体の種類を生み出す仕組みです。遺伝子をまるでね、いらない部分はカットする、遺伝子をね、再編成する、ね、これが遺伝子の再編成です。